2023年6月20日の鉄道チャンネルサイトニュースデビュー前にやっちゃうの千北7月に新型通勤車両9300系運転体験イベントを開催千北高速鉄道は2023年8月上旬から新型通勤車両9300系を導入します 9300系は南海電鉄の8300系をベースとした車両でラインカラーのブルーと既存の通勤車両の車体色であるアイボリーを取り入れた外装デザインで注目を集めますそんな9300系ですが仙北高速鉄道はこのほど営業運転開始前の7月22日に運転体験イベントを開催すると発表しましたイベントでは事前に講習会を行い 9,300系車両を使用して光明池車庫内の線路を複数回運転車掌体験や写真撮影ヘッドマークプレゼントなども予定されていますイベントの詳細は仙北高速鉄道のホームページに掲載申し込みも同社ホームページで受け付けます